リグライフ。すげえ。わあ、今日はセナ君もお隣さん。これやばい人だ。そっち行く？でしょ。あっちこっち行く。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。事務所みたいな。はい。これでっかい。終わったんですけども、皆さん。どうでした？はい。いや、本当楽しかったよ。楽しかった。で、この前ね、以前札幌コレクションでさせていただいたんですけど、自分たちリルリーグにとっては2回目ということで、はい、すごく。リルリーグで全員で来たのも2回目なので、すごく楽しかったですね。うん、確かにね。でも、ちょっとお腹すこうかな、やっぱり。俺はすぐよ。すぐよ。まあ、すぐよね。今日はなんか、初めての仕切りやからさ、どっちでいいもんか、分からへんが、コウダイ君この子もおるからね、一応そう、一緒に頑張ろう、コウダイ君無双以上で一発目の、はいもうこの部屋の奥に入った瞬間からその定めでしたそうだよ心を一つに、意思伝心ゲーム次、北海道はい北海道まあ、いつも通りミッションを、あ、違う追加ルールあります今回。あ、そうだ、ね。はい。ミッションをクリアすればメニューから一品好きなものを頼んで食べられるし、ゲーム開始の前に6人全員で一品決めてください。はいはい。ミッションはクリアしなければクリアしなければ頼んだ品は、スタッフが美味しくいただきます。頼んでも食べれない可能性は。頼めるのは頼めるんやけど、はい、食べれるかどうか。食べれる。なるほどね。それで答えたらいいってことね、これを答えたら一品選んで、そう、みんなで食べる、そう、正解したら食べれると無理だったらスタッフさんに食べられる、うん、でちなみに、セナ君、タッチャン、マトラはイエローカードがいつ出したいつ出しました、はい、ついているのでレッドカードが出た場合は企画が強制終了ということでじゃあもう、オリックスは食べれるかもう、いや、食べれますよね、食べれる食べれない食べれません首の盛り振られてる深く振られて深く振られましたじゃあまあ頑張って、うん、皆さんで一心伝心していきましょうはい、はいまあ、改めてね一心伝心ゲーム、まあ、簡単なねルールを、はい、説明しますといいねいいよ結構これまで我々リルスマイルの時やってきてますけどもはいなかなかに複雑なルールをスタッフさんが用意していて、うん、それに翻弄された3人がイエローカウドいやでもさ、でもさ、大阪のさちょっと待って一旦こうだ、俺の一旦のカルメイドどうしようかなって一人負傷者出るかもしれないまあね、簡単に言うと一度この出したこの全員でせーので言って出したお題は二度と使えませんよとすごいですよねその時点でもうどんだけ肉を食べさせたくないかと思ったでこの密かに裏でねイエローカードとレッドカードが用意されてまあ今のところあれですよね成功率はトントンみたいな感じですよ北海道なのだって北海道の知識ある人来たことあるよないやまずみんな来てるやんみんな来てるでいやプライベートに来たことあるしプライベートに来たことありますじゃあマドラに頼らないでも頼ることができないできないああ確かに自分は頼れないからえ、松浦それそんな詳しいいや全然いや何回か旅行できたことある旅行できて、うん、観光を行こうとしたんで観光名所とかは分かるああ北海道の豆知識行くってやんいや北海道これはありっすかはいということではい今僕たちが選んだ一品こちら北海道の有名なジンギスカン、ネギ塩ジンギスカンが到着いたしまして、これをこの一品をかけて食べるということで。これは食べたいよ。ジンギスカン食べたことない。ない。マジ？それこそ前の旅その家族旅行で。あ食べた。めっちゃ美味しいですよ。ガチ。食べた。いやもうこれだってこれが成功しなかったら。もうダメですか。もうこれもうこれも食べれないから。これ全部スタッフさんも。そうスタッフさんが美味しくいただから今めちゃくちゃ美味しそうって目で見てる方がいます。一口もあげない。ということでまずは。頑張りましょう。まず乾杯して。とりあえずね。ゲームでしょ。今日はもう札幌クエスチョン終わったんで。札幌クエスチョン。札幌クエスチョン。札幌。決めてもらっていいですか。はい。ということでまずは札幌コレクション終わりまして、はい何よりもですね、まあ2回目ということだったんですけれども。はい北海道寒いですけど、はい、僕たちの心で、
ので皆さんの心がヒートしたんじゃないでしょうか。あら、おお、乾杯。あ、ちょっと乾杯。できてなかったか。できてたぞ。よし、じゃあ一息ついたところでいきますか。はい、はい、じゃあ僕お題読んじゃって開けますよ。はい、ルールはもう分かってるよみんな。で今回あれやんな、新しいそのルールというか、ルールとしてこれを初めて5分で一発目お題出して、あまりにも難しかったら携帯を使って検索してもいいけど、イエローカードのたっちゃんとマトラと俺は10秒だけ、検索始めてから10秒だけで、他のイエローカード以外のメンバーは15秒。はい、まあ、30秒で、そこ3人が15秒。あ、俺らが15秒か。これ一応あの検索するとき全員せーのでしょ。せーので決めてきた。じゃあとりあえずお題、お題出しましょう、はい、一発目はね、はい、そう、どんなお題くるか。お題もしても LDH って書いてある。いくよ。はい、いいですか。はい、行きましょう。バーン、見せ、北海道出身の芸能人。おお、うわ、生きた。これはわかる、これは俺いける。あ、間違えた、あんまりいける。え、これ、え、これむずい。え、これ一発目でいける。大丈夫、これはいける、これはいける。え、いけるのな、みんないけるの。これでいこう。でもこれ、あ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 、出てきた、出てきた。おい、声でかいでしょ。ちょっと待って、嘘でしょ。あ、あ、あ、じゃあ冷静にフラットに、フラットに考えて。出てきた、出てきた、出てきた。じゃあ、右にイエローカードでちょっと出されそうです。オッケーです、いけました。フラットに、フラットに、フラットに、いける、フラットに考えよう。え、これいけるの。大丈夫、絶対いけるんじゃ。一発で俺は行きたい、もう。もうせっかくやし。一発で行こう、いける。一発でいけるもの。俺もね、俺ね、今選択肢がね、めっちゃ出てんの、頭の中。いや、もう、はい、いや、違うよ。え、でも分かるやん。分かるよ。分かる、分かる。分かるよ。分かる。イエローカード出して。分かる、大丈夫です。ダヒー行くで。じゃあ、みんな。いける？いいよ。じゃあ。よし、行こう。はい。じゃあ、ハイマがせーのって言ったらみんなで、ドン。はい。行きます。せーの。